今のルアリノルドキは、フランス、バイオンヌ出身のラグビー選手。テニス、柔道、水泳、サッカーなどをやった後、15歳でラグビーを始める。フランカーあるいはナンバー8として、ビアリッツオランピック及びフランス代表でプレーしている。フランス領バスクのサンジャンピエド・ポルで育つが、教育を受けるために町を出て、ポーのラグビーチーム、セクションパロワーズに入る。そこで、 ダミアントライユと知り合う。アリノルドキはバスク人としてのルーツを誇りにしており、自分が育ったチームであり2005から2006年度のフランス4部リーグチャンピオンである US ナファーを支援している。2006年度シーズンにはセルジュ・ベッツェン、ティエリー・デュ・ソトワール、トマリエ・ブルモンと共にビアリッツ・オランピックで攻撃的な第三列を構成している。 このメンバー構成は2006年6月の南アフリカとのテストマッチで試された。アリノルドキは2002年のシックスネーションズでスタメンに選ばれるとパトリックタバコをベンチに追いやった。そうして得た評判と持ち前の活発な性格からラグビーワールドカップ2003の時にはチームの副キャプテン的な存在となり多くのメディアに取り上げられた。同大会においてアリノルドキは オリビエ・マーニュ・ヤセル・ジュベッツェンと共に高いレベルの3列を構成しフランス代表に貢献した。この大会の終わり頃に調子を落とし、セバスチャン・シャバルやジュリアン・ボネル、ついには所属チームの同僚であり、キャプテンでもある、トマリエーブルモンにポストを譲ることとなった。2005から2006年シーズンの後半に良いプレーを、することができたのを幸いに代表に帰り咲き、 ルーマニア戦や南アフリカ戦に参加し、勝利を収めている。2002年2月16日のウェールズ戦で、初セレクション。ありがとうございます。